吉田さん、速稼塾の久保でございます。最近はですね、与沢翼さんの動画の影響を受けて妙な T シャツをまたね買ってしまいました。与沢さんってこんなん結構ね着てますよね。ドルガバとかね、グッチとかね、私もね動画見るたびに服を買わされてしまうっていうね、これこそ物言わぬセールスですね。物言わぬアフィリエイト。はい、それでですね、今回情報源の話ですけども、ほとんどの方が結局はねテレビが情報源なんですよ。インターネットの話題っていうのもテレビのことをつついてるだけなんですよね。でテレビ見てないよって人もテレビを見てるからこそテレビの話題とテレビに出てない話題っていうのが見分けられるってことを考えると結局見てるんですよ。でインターネットのねなんか本当にね記事っていうのはテレビから持ってきたものばっかりで、本当にテレビで出てないものをオリジナルでインターネットで元で発信してるっていうのがほとんどないですね。まあそう考えて俺はテレビ見てないぜってかっこつけなくてもいいかなと思います。私はねまっすぐテレビ見てますからね。特に好きなのが時代劇ですね。江戸を切るっていうのがやってるんですけども、面白いですねやっぱりね。昔作った作品が今でも30年40年経った今でも面白いってことは、もうすでにエンターテインメントには最近はねクリエイティビティがないんじゃないかなと思ってるんですよ。技術的なエンターテインメントってあるんですけども、内容としてコンテンツとしては昔から使い古されたものが延々とあるっていうだけですよね。で最近ね任天堂のスイッチっていうのを買ったんですけども、ボクシングをやったりねフィットネスをやったりするんですけども、結局ねゲーム自体は新しく生まれたんですけど、その中身っていうのは昔からあるものなんですよね。家の中でフィットネスができるっていうお手軽さはあるんですよ。ジムみたいな感じでね、ほんと同じだなと思いますよね。だからここに気づくと、どこから発信するかだけが重要で、何を発信するかっていうのはもう手垢のついたぐらい使い古されたものでも全然 OK っていうことが分かります。ということでね、いまだに昔の名言とか死ぬ前にやっておくべき7つのこととかっていうね、こういったものが今でもアクセス集めるんで、本当にねやることってネタがないっていう人は一体何を見てんのかなってところなんですよ。ネタだらけですから世の中は、ですんでね、テレビをしっかり見てネタを仕入れちゃいましょう。テレビでやってる内容っていうのはもうねすべからく一緒です。全部同じです。本当にね起承転結あり大どんでん返しあり、もう予定調和あり予定調和を裏切るパターンあり、最後に水戸黄門が出てきてこの印籠が目に入らぬか、全部一緒ですね。意外な展開っていうのがもう全くないです。そういう意味では、テレビっていうのは退屈そのものなんですけども、ただどんな表現をしてそのワンパターンをやっていくのか、他の役者が演じたらどのぐらいそのワンパターンに変化がもたらされるのか、こういうところに私は興味があって見てるかなってことですよね。それではまたメッセージください。